どうも、はい、チーです。突然なんですけど、皆さん、休憩するじゃないですか。勉強してる途中とかね。休憩の、その、管理っていうのが、上手にできてますでしょうか。割とですね、自分もそうなんですけど、休憩って、例えば10分休憩しようと思ったのに気づいたら30分とかってやったことありません？特に YouTube を休憩中に見ちゃう方とかありがちだと思うんですよね。で、自分もそれ結構悩んでて、よくやっちゃうから、なんとかしたいなと思って、最近ここ、2週間ぐらいなんですけど、実践してるやつが割と自分にハマってて、うまくいってるんで、ちょっと今回ね、それを紹介していこうと思います。で、別に特別すげえなんか変わったことをやるとかじゃなくて、おそらくみんなもやってるようなことなんですけど、ちょっと工夫をすると、自分にはすごく合ってる、なんかいい感じになってるね。で、何かっていうと、まあ、例えば15分休憩するって決めるじゃないですか。で、みんなその15分休憩って決めた時に、ストップウォッチみたいなのつけます。ちゃんと。なんか、タイマーみたいな感じ。で、これ、つけてない方いると思うんですけど、まずこれつけましょう。で、自分が今やってるのが、iPhone、まあ、自分 iPhone なんですけど、まあ、iPhone じゃなくても、携帯、スマホに、ストップウォッチ機能あると思うんですよね。で、iPhone って、こうなんか下から、こう、スクロールすると、まあ、こういう画面が、ちょっとごめんなさい、見にくくてごめんなさいね。あれか、出てくるんですけど、で、そこのボタン一個、ピッて押すと、こうやって、タイマーが出てくるんですね。で、自分このタイマー機能を使うんですけど、で、自分なぜか今10分6秒に設定してあるんですが、前回設定したのとタイマーま同じ時間になるんで、もうこの画面休憩ってなったらこの画面開いてもう開始って押しちゃうんですよ。そうすると自分10分6秒、最近10分6秒ちょっと流行りで10分6秒休憩してるんですけど、ではこれで強制的になります、タイマー終わったらっていうのがまず1個で、これがやってる人いると思うんですけど、結構自分もやってたんですよ、前からやってたんですけど、これピピピってなるんですよ。そのうちちょっと一回早めて鳴らしましょうか。じゃあ6秒になりますね。あと6秒で休憩終わりますと、こうやって。時に、ってなるわけですよ。で、あ、終わったってなって、まあ、自分だったら仕事に戻るとか、まあ、編集に戻ったりとか、まあ、板書作ったりとかするったりとか、みんなだったら勉強に戻るみたいなのあると思うんですけど、これ、なるじゃないですか。時に、すぐ戻れます。みんな。自分ね、戻れないんですよ、これが。で、戻れないっていうか、あ、なった、よし、やろうって行けば、その時にすぐ作業のところに行ってしまって、始めちゃえばいいんですけど、そこのタイミングを一個、ああ、なっちゃったー、よしよし、やんなきゃー、はーってなっちゃう。一息入れてしまうと、その一息が、そうなんだろう、長くなっちゃうんだよね。その、はぁ、やろってならない、なかなか自分は。はぁってなってから、あ、もうちょっと休憩しようかな、みたいな感じになりがちで、これがうまく機能してなかったの、自分の中では。で、これをなんとかしたいなって思った時に、最近自分がやってるのが、さっきね、まあ、10分6秒でやったじゃないですか。じゃあ10分6秒で、まあ普通にね、やってる時に、まあ普通に自分はね、結構スマホで、まあ友達と LINE したりとか、まあ携帯でこうゲームやったりとか、まあ、YouTube 見たりもするんですけど、休憩中に。で、あと何分ぐらいだろうなってちょこちょこ見るようにしてるんですよ。で、今例えば、今流してるんですけど、こう、あと51秒で終わりますと。で、このぐらいになった時に、このぐらいで気づいたら、もう、一時停止して、キャンセルして、で、もう始めるんです。なってないんですけど、残り1分休憩あったんですけど、始めるんです、仕事。これやるとね、自分始められるんですよ。で、これは多分、自分のやり方なので、みんなに、何言ってんのこのおっちゃんってなるかもしんないんだけど、でも、一応成功事例だからさ、紹介したくって。で、考えたの。なんで俺がこれに当てはまってるか、ハマるかっていうと、なってしまう、そのタイマーがなって、でから勉強とか仕事に戻った場合、なったからやらなきゃなんだよね、自分の中で。勉強しなきゃとか仕事しなきゃになっちゃうの、なったから。でもそうじゃなくって、まあ、10分経ってないけど、まあ、自主的に1分前ぐらい、まあ、なんか30秒前とかに気づいて切ったじゃん。自分で意図的に切ってるから、なったことでやらなきゃっていうところよりも、自分で自主的に止めて、よし、やろうって気持ちなんだよね。どっちかというとすごい細かいことなんですけど、でもね、これはね、割と俺にハマってる。そう。で、今それで意識的にやってるようにしてるんですけど、で、もちろん、これをやったから休憩が毎回うまくいくとか、そこまではなってないです。もう100発100中で絶対いけるよとはなってないんですけど、でも、前よりは、その休憩がちゃんとメリハリをつけれる確率はかなり上がってるので、よかったら試しにやってみてください。で、もう一個実践ちょっと入れてるのが、この前、そのクイズノックさんの、ね、あと、伊沢さんと、東大王のね、伊沢さんとコラボさせてもらった時に、ま、いろいろね、お話しさせてもらって、で、伊沢さんがその休憩を、散歩を当時結構してたっていう話をしてたのね。で、自分とそれ実践しようと思って、まあ、家で大体仕事してることが多いから、
休憩の時に散歩をするようにしたんですよ。結構。で、その散歩の仕方もちょっと、工夫とかあって、例えば10分6秒休憩しますって時ピッと押すじゃないですか。その時、10分6秒の休憩に散歩を入れてしまうと、散歩行って帰ってきたらもう休憩終わっちゃうんですよ。で、そうするとね、自分はね、ちょっと休憩した感じがしない。あの、多分散歩も休憩の1個なんだけど、でも、やっぱいつもみたいに、例えばゲームしたりとか、LINE したりとか、YouTube 見たりとかっていう時間も欲しいなと思っちゃってるから、それでやっちゃうとダメで、じゃあどうするかっていうと、次の休憩は散歩を入れようって決めてたら、勉強終わって休憩入りますって時に、先に散歩行くんです。5分から10分くらい。で、まあ普通に歩いてって行って、で、帰ってきてから10分6秒の休憩を始めるんです、自分は。ってやる。だから、散歩は休憩っていうよりも、単純にもう気分転換の時間なんです。休憩なんだけどね。別枠で。用意するみたいなのをやってます。で、その時の散歩の一個ルールがあって、散歩中はスマホをいじらない。てか、もはや持ってかないでもいい。そう。散歩中に、例えば YouTube 見ちゃったら意味がないんでね、それはね。だって散歩で気分転換に行きたいのに、結局こっちに持ってかれちゃってるから。それは別にしようと思って。で、そのね、さ、スマホを持ってかないとかっていう風にやると、まあ、SNS が全部切れるじゃないですか。で、多分みんなってもうね、とにかく SNS が気になったりとか、まあ、LINE が気になったりとか、YouTube 見たかって、まあ、スマホ世代だからさ、みんなは。気になったりすると思うんですよ。で、スマホを持たないで、ちょっと散歩してみてください、今度。天気のいい日とかにね。散歩してもらうと、多くの方がね、気づいたら下見てるから。きっと。下見てる。前見て歩くんだけど、まあ知ってる道じゃん。近所だから。普通にトボともね、ゆっくり歩けばいいと思うんだけど、気づいたら下見てんだよね。で、やっぱりね、こう、悩んでたりとか、まあ受験勉強でね、ストレスかかってる時って、伏し目がちと言って、目線が下に行くんですよ、どんどん。そう。でも、その時に意図的に明日向いてると思って、上見てみてください。そう。で、もちろんさ、それが全員に響くか分かんないんだけど、俺結構こう、自然物が大好きで、空とかすごい好きなんですよ。で、ふと上見るとさ、すごい天気とかも、すごい綺麗な青空なわけよ。で、青空の中にさ、綺麗な白い雲があって、ああ、すげえなーって、綺麗だなーとかって思うわけ。で、まあ、それでテンション上がるかどうかは人によるけど、自分はその時に、そのね、よく、悩んだ時に、まあ、空を見るようにしてるんですけど、なんでかっていうと、その自分があの悩みがちっぽけな悩みだよなって思うんです。あ、でも圧倒的な空でしょ？本当に海があったらね、自分海も好きなんで、海とか水、川とか海が好きなのね。そう、海入るのはあれなんですけど。だから海とかあったらいいんだけど、群馬さ、海なし県だから海行けないんで。そう、だから、でも圧倒的なものなんだよ。空とか海とか自然物っていうのは。そうすると、やっぱり、まあ、このね、空、ガーってなってるとこ見てると、その中で自分の悩みがちっぽけなものなんじゃねえかなって思えるようになったの、俺は。もちろんちっぽけじゃないんだよ。そんなさ、自分を、なんだちっぽけなことで悩んでんじゃねえよって思うわけで、それで思ってほしいわけじゃなくて、でも、ちっぽけな悩みだよなって。じゃあこんなんで悩んでて足止めてる場合じゃねえよなって。よし、頑張ろう、みたいな感じに、俺は思うように癖をつけたの。それも練習したの、何回も。で、そうやってやって、まあ、散歩をうまく活かしてるんだけど、まあ、みんながそのね、空を見てさ、テンション上げようぜとか、そんなは思ってないんだけど、ぜひ散歩をもしね、入れようと思う方は、散歩中は、スマホいじらない。もう、5分とか10分で帰ってこれるから、そんな長くしなくていいよ。そんな軽い運動とかしなくて構わないんで。とは思います。なので、まあ、今自分が実践していることは主に2つ。今言ったね。まあ、散歩を入れるっていう。まあ、散歩の時はその時間に入れないっていうところと、一番はその休憩時間ピッて押した時に、その終わったタイマーが鳴る前に自分からもう自分から休憩止めてやったぜぐらいな。テンション。俺が止めたからって、私が止めたからみたいな。で、やろうってやると、勉強しなきゃが、勉強しように変わるんだよね。この違いってめちゃくちゃ大きいから。しなきゃはさせられてるからね。やっぱりどっかで。でもそれを、まあね、やってることは変わらないんだけど、でもその意識がもしみんなにね、伝わってうまいように、なんだろう、機能するんだったら、それは個人的にすごく嬉しいので、よかったら参考にしてみてください。